ピナツボ山、ピナツボは、フィリピンのルソン島西側にある火山である。1991年に20世紀における最大規模の大噴火を引き起こした。噴火前に1745メートルあった標高は、噴火後に1486メートルまで低くなっている。サンバレス州、バターン州、パンパンガ州の境界上に位置し、マニラから約 95km 離れている。1991年までは、ひどく侵食を受けた、目立たない山だった。密林が山を覆い、先住民、アエタ族の数千もの人口を支えていた。アエタ族は、1565年に、スペインがフィリピンを征服した時に、低地から山へ逃れた人々である。1991年6月の噴火は、およそ400年ぶりに起きたもので、その規模と激しさは20世紀最大級だったが、噴火のピークを予測することに成功して、周辺地域から数万人を避難させ多くの人命が救われ、しかし、周辺地域では火砕流と火山灰に加え、火山堆積物に雨水が染み込んで流動化する火山泥流が発生して、田畑、集落、町を埋没させ、数千戸の家屋が倒壊するなど、周辺の5州に及び、死者847名、行方不明者23名、被害者、総数120万人に達する多大な被害を出した。火山泥流は噴火後も毎年のように発生し続けている。噴火の影響は世界中に及んだ。19世紀最大であった1883年のクラカタウの噴火以来の大量の大気エアロゾル粒子が成層圏に放出され、全球規模の硫酸エアロゾル層を形成し何ヶ月も残留した。それにより地球の気温が約摂氏 0.5 度下がり、オゾン層の破壊も著しく進んだ。ピナツボ山はルソン島の西端に連なる火山列の一方である。この辺りの火山はフィリピン海プレートがマニラ海溝から西へ向けてユーラシアプレートの下に潜り込むことで形成された沈み込み帯の火山である。ピナツボとはタガログ語とサンバル語で生育させたという意味である。15世紀に起きた前回の噴火を伝える名前の可能性があるが、地元住民の間に大噴火の言い伝えはない。1991年に噴火するまでは、周辺の人々にもほとんど知られていない地味な火山だった。標高が1745メートルあったが、周囲の大地からの飛行は600メートルほどしかなく、周囲の峰々と比べても、せいぜい200メートル高いだけだった。そのために、山容の大部分が人の目から閉ざされていた。山の斜面や山麓には、スペイン人の迫害から逃れるために低地を捨ててきた、アエタが、数世紀にわたって住み着いていた。ピナツボ山の側面には、約3万人が、バランガイと呼ばれる、自治体や、小さな集落を作って生活していた。山と周囲の山頂をほとんど覆い尽くすジャングルが狩猟集団のアエタ族を養った。モンスーン気候がもたらす豊富な降雨量、年間約 4000mm と肥沃な火山性土の恩恵により、周辺の平地は農耕に適し、多くの人々が米などの主食を栽培した。噴火後も山から 40km 以内の土地に約50万人が居住している。人口が集中しているのは、アンヘレス市、15万人やクラーク空軍基地跡、2万人、などである。ブカオ川、サントトーマス川、マロマ川、トンゲイ川、キレング川など、複数の重要な水系が、ピナツボ山に水源を持つ。噴火以前、流域には貴重な生態系が広がっていたが、噴火によって、大半の渓谷が分厚い火山堆積物の底に、うずもれた。それ以降、川は堆積物に塞がれ、谷あいでは頻繁に火山泥流が発生する。ピナツボ山周辺には前回の大噴火に関する伝承がないように思われるが、1991年には数名のアエタ族から古老の中に過去に起きた小規模な噴出現象を思い出した者がいるという報告が寄られている。ただし、ピナツボ山は1991年の噴火以前から自熱地帯として知られており、こういった地域では小規模な水蒸気爆発は珍しくない。火山活動の開始以後、地質学者は初めてこの地域の噴火の変遷を詳細に研究した。この領域の噴火は大きく2つの時代に分けられる。現在のピナトゥボ山周辺の起伏に富んだ地形の大半が古希ピナトゥボ山の残滓である。古希ピナトゥボ山は現在の大和位置をおおむね同じくし、約1100万年前に活動を始めたと見られている。古希ピナトゥボ山は残存する山麓部分の傾斜からの推定で標高2300メートルに達していた可能性がある。新規ピナトゥボ山近傍の山には、もともと古希ピナトゥボ山を取り巻いていた古い噴気孔に、小自体和泉や溶岩ドームからなるものがある。隣接する峰々も、古希ピナトゥボ山の残余で、山の斜面が風雨で浸食された後に残った、耐食性の高い部分である。古希ピナトゥボ山の噴火活動は、新規ピナトゥボ山ほど激しくなかった。噴火活動が収束したのは、おそらく約45000年前である。長い休眠期間の後、約35000年前に始まった噴火活動により、新規ピナトゥボ山が誕生した。新規ピナトゥボ山が誕生した際、その噴火史における最大の爆発を引き起こしている。火砕流が山腹のあらゆる方向に流出し、その体積の厚みは最大100メートルに及び、噴出物の総量は25kmに達した。マグマだまりから大量のマグマを噴出したために、山体が陥没して大きなカルデラが生じている。それ以後も17000年前、9000年前、6000から5000年前、3900から2300年前に大噴火が起きている。そのすべてが10km以上の噴出物を出し、周辺地域の大半を火砕流堆積物で覆い尽くすほどの巨噴火だったと、考えられている。科学者の見積もりでは、1991年以前の最後の噴火は約500年前に起こったとみられ、それ以後は休眠状態にあった。濃密な熱帯雨林が山腹を覆い尽くし、斜面が浸食され峡谷が刻み込まれた。火山学者たちはすぐに監視装置を設置し、前回の噴火の特徴をつかむべく火山の分析に入った。古い火山堆積物を放射性炭素年代測定にかけると大規模な爆発的噴火がおよそ5500年前、3500年前、500年前の3回起きていたことが判明した。地質図を作成すると周囲の平地の大部分が過去の噴火の火砕流と火山泥流で形成されたことが分かった。4月と5月を通して火山活動はますます活発になった。2、3回応放出量の測定では、5月13日には1日、あたり500トンだったのが、5月28日には1日、あたり5000トンにまで急増していた。大噴火が迫っていることを示すアリーと、あらゆる兆候を前にして、レーモンド・プノンバヤン所長率いるフィリピン火山地震研究所とクリス・ニューホール率いるアメリカ地質調査所から派遣された調査チームにより、山頂からの距離に応じて3つの避難地域が指定された。火山の頂上から 10km 以内の全域を含む、最大地、10km から 20km の地域、20km から 40km の地域、アンヘレス市とクラーク空軍基地はこの地域である。10km 以内と10から 20km 地域の総人口は約4万人、20から 40km 地域には、約33万1000人が居住していた。火山警報として、レベル1、差し迫った、噴火の心配はないからレベル5、大噴火継続中までの5段階が設定された。警報レベルと危険地域は毎日発表され、その情報は、主要全国紙、地方紙、ラジオテレビ NGO によって報じられた。4月に最初の爆発が始まった時点で山の斜面に住むアエタ族の多くは自発的に村を去り山頂から約 12km 離れた村の一つに集まった。爆発の規模が大きくなるにつれ次々に遠くの村へと移動した。この4つの大噴火によって火山堆積物が火山南西の広範囲に降り積もった。4回目の大噴火が収まってから2時間後、一続きの噴火が始まり24時間続いた。大規模な火砕流や火砕サージが発生して、山の斜面の峡谷沿いに何キロも流れ下った。6月15日、噴火は絶頂を迎えた。台風第5号が接近する中で早朝から噴火が繰り返され、雨に混じってゴルフボール大の軽石が降り注いだ。13時42分に始まった大きな揺れは、クラーク空軍基地のすべての地震計の針を振り切った。マニラでも地震が続いた。火砕物の混濁流のために、14時30分までに、すべての地震計が計測不能に陥り、また、強烈な空振りが記録されている。火山の北 75km 近辺を通過した台風による雨で噴火の目視観察は不可能だったが、センサの示すところ、噴火のピークは3時間ほど続き、火山灰が高度 40km まで吹き上げられた。火砕流が山頂から 16km 流下し、台風の豪雨が降り積もった火山灰に染み込んで、大規模な火山泥流、ラハールを引き起こした。まさに、プリニー式噴火である。火山灰からなる雲は、125,000km もの面積を覆い、ルソン島中心部の大部分が闇に包まれた。島のほぼ全域で火山灰が降り、水を吸って、重量を増し雪のような状態で一面を覆った。南シナ海一円で火砕物が降り、降灰は、ベトナム、カンボジア、マレーシアにまで及んだ。噴火のピークに至った9時間後の22時30分頃には、空振りは噴火前のレベルにまで落ちていた。この時の地震の記録は存在しないが、火山学者は22時30分に噴火のピークが終わったと考えている。噴出物、火砕物、火砕流の堆積物の総量は約 10km。これは1912年のアラスカ州のノバラプタ山以来の大噴火で、1980年のセントヘレンズ山の約10倍にあたる。噴出物はマグマより希薄なので、マグマで換算すると約 4km に相当する。この大噴火の火山爆発指数は6である。山頂があったところは、差し渡し 2.5km のカルデラになった。外輪山の最高点は、標高 1485m で、噴火以前より 259m 低くなっている。堆積した噴出物の厚さは最大 200m にも達し、場所によっては噴火から3年余り経ってからも2的な水蒸気爆発が起きるほど高温だった。噴火による死者847名の死因の多くは、濡れた火山灰の重さによる屋根の崩壊によるものであったが、噴火と同時に到来した台風による雨水が堆積した火山灰に染み込み重さを増したために被害が広むした。しかしながら、噴火前の避難指示は結果的に数万人の命を救い、火山学と噴火予知の偉大な成功として認められている。だが噴火の沈静後も毎年のように雨季になると火山泥流が発生して数千人が避難している。また、避難所の不衛生な環境により数百名が死亡した。地域の農業は噴火の影響で数百キロメートルもの高地が不毛と化し、数千人に及ぶ農民の生活基盤が破壊され、大打撃を受けることとなった。この地域には、米非相互防衛条約に基づく大きな米軍基地が2つ存在していた。火山の南西 75km のスービック海軍基地と、東 40km のクラーク空軍基地である。二つともが噴火により大きな被害を受け、そのまま放棄された。1991年の噴火は、その大きさと激しさにおいて20世紀最大級だったが、地質学者が発見した過去の噴火に比べると小規模なものである。複数の証拠によると、ピナトゥボ山の噴火は、だんだんと弱くなってきているようだが、立証はされていない。ピナトゥボ山の噴火は周辺地域の経済発展を著しく阻害した。広範に損害を受けた建物とインフラの復旧には数十億ペソの費用がかかり、噴火後の火山泥流を制御するための堤防やダムの建設にさなる経費がかかった。防災工事の一部は日本政府からの援助で行われている。総計で364ものコミュニティの2100万人が噴火の影響で生活基盤と家屋を損傷、破壊された。全壊家屋は7000戸を超え、さらに73000戸が損傷を受けた。こういったコミュニティへの被害に加えて、火山周辺の道路と交通機関が火砕流と火山泥流により損傷、破壊をかぶっている。インフラストラクチャーの修復にかかる費用は38億ペソと見積もられ、地上で被害を受けたり飛行中に火山灰を吸い込んでエンジントラブルを起こした航空機も多く、それらの損害の合計額は1億 US ドルを超えるという。多くの森林再生事業が噴火で頓挫し、合計で 150km の面積が被害を受け、被害額は1億2500万ペソに上る。農業被害も極めて深刻で 800km、20万エーカーの稲作地帯が破壊され、ほぼ80万頭の家畜と家禽が死んだ。農業の被害額は15億ペソと見積もられた。医療施設の損傷と避難所での病気の蔓延のために、噴火から数ヶ月の間、死亡率が大きく跳ね上がった。学校が破壊され、数千人の児童教育が中断した。ピナトゥボ山周辺の地域内総生産は、国内総生産の約 10% を占め、噴火以前は毎年 5% ずつ成長していたが、1990年から1991年にかけて 3% 以上下落した。大量の溶岩と火山灰を噴出した大噴火によって、成層圏に大量のエアロゾルと塵埃が放出された。成層圏で酸化した二酸化硫黄が作り出す硫酸エアロゾルは噴火から1年をかけて成層圏をゆっくりと拡散していった。成層圏へのエアロゾル注入は1883年のクラカタウの噴火以来の規模で二酸化硫黄の量は約1700万トンと見積もられている。現代の観測機器で測定された中では最大の量である等参照のこと。成層圏へのエアロゾルの大量放出の結果、地表に達する太陽光が最大で 5% 減少した。北半球の平均気温が 0.5 から摂氏 0.6 度下がり、地球全体で約摂氏 0.4 度下がった。同時にエアロゾルが輻射を吸収して、成層圏の温度が通常より数度上昇した。噴火で作られた成層圏の雲は3年間も大気中に残存した。噴火はオゾンレベルに重大な影響を与え、オゾン層の破壊率が大幅に上がった。中緯度のオゾンレベルは最低を記録し、1992年の南半球の冬季には南極上空のオゾンホールが過去最大の大きさなり、オゾン層破壊の最高速度を記録した。1991年のチリのハドソン山の噴火も、南半球のオゾン層破壊に影響した。ピナトゥボ山とハドソン山それぞれのエアロゾル雲が圏海面に到達した際、オゾンレベルの急低下が観測された。成層圏の塵埃によって顕著な影響がもう一つ見られた。月食の見かけへの影響である。通常は半分の食であっても暗いとはいえ目に見えるが、噴火後は火山灰が太陽光を吸収するため、食の間は通常の日食に比べて暗く見えにくかった。噴火が絶頂を迎えた1991年6月15日以降も火山活動は非常に低レベルながら継続した。1991年8月まで火山灰の噴出が絶え間なく続き、散発的な噴出がさらに1ヶ月間続いた。低レベルの火山活動は、1992年7月にカルデラ内で溶岩ドームが成長し始めるまで続いた。この溶岩ドームは、1991年の噴火後に地表近くのマグマだまりに残っていた溶岩で作られたのではなく、火口の真下深くのマグマだまりから噴出した新しい溶岩で作られたのだと考えられた。そのため火山学者は、再び激しい噴火が起こるのではないかと危惧し、いくつかの地域では実際に避難が行われた。しかしながら、激しい噴火は起こっていない。おそらく、地下深くから火山ガスが抜けたことで、溶岩が地表に達するだけの爆発力が弱まったためだろう。1992年以来、火山は眠り続けている。噴火の被害を最も受けたのは、アエタ族である。火砕物と火山泥流の堆積で、多くの村が壊滅し、アエタ族は以前の生活に戻れなくなった。火山の周辺領域に対して安全宣言が出され、立ち入り制限が解除されると、破壊を免れた村の住人は村に戻ったが、多くの人々は政府が作った最低住地に移住することとなった。こういった場所の環境は劣悪で、世帯ごとに耕作に向かない、わずかな土地が与えられるだけである。多くのアエタ族が、低地の農民の元臨時雇用されることとなった。アエタ族社会はバラバラになり、低地の文化に依存し溶け込んでいった。噴火が収束した後、1991年のカルデラ内に湖が誕生し、1992年には溶岩ドームが島を形成した。当初このカルデラ湖は小さく、水温は約摂氏40度という高温で、pH2 という高い酸性だったが、時間とともに冷やされ、雨によって希釈されたため、2003年までに水温は摂氏26度に下がり、pH は 5.5 に上がった。カルデラ湖の水深は1ヶ月に平均で1メートルずつ増していた。2001年9月、カルデラ壁が不安定である懸念が高まり、フィリピン政府は湖の排水制御を命じた。誤って洪水になった場合に備えて、周辺地域から9000人が避難させられた。作業員はカルデラ壁の円を5メートル削り、湖のおよそ4分の1を排水することに成功した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。